本間岩尾先生です。今ね、YouTuber みたいに、私の方はね、画像を、アップリングしておりますけども、宇宙生物がね、私の敵である宇宙生物がアクセスをさせないように人間を動かして、人間全員を動かしてアクセスでですね、稼がせないようにしてるんですよね。で、それでね、アクセスで利益を取られないというように宇宙生物が妨害してるんですよ、私の敵もね。で、その宇宙生物が疲れたと言ってきまして、というのはね、私だけその YouTube のテレビをね、人間がね、つけようとしないようにすごい力が必要なんですね。浪費ですね。で、鹿としてやらせてるんですけれども、また人間はね、話したり聞いたりすることはまだできない生物なんですね。で、仲間同士で頭つかないとできないんで、それを教えるね、宇宙生物が疲れたと言ってきております。2つね、人間無能なんで、ちゃんと話してるように見えても、全く無能ですね。後から計算すると意味ないことですね、しか話せませんから。一番今回問題になったのは、私が人間の上の生物であり、地球に一人だけいるんだけど、 YouTuber をちょっとやって、ちょっとアップリングを多くしてね、2000本近くね、アップリングしてるんですけども、アクセスがないのは私の敵である宇宙生物が人間を動かしてアクセスさせないようにしてるんですね。で、その私の敵である宇宙生物はそれでもう疲れ切ってしまったと言ってきてるわけですよね。当たり前ですね。私だけアクセスしないように、テレビつけないようにさせないといけないわけですね。そんなような行動は大それたことでね、大変な仕事が必要なんですね。宇宙生物は人間を動かすのにね、全員にそうやって取り仕切ってるわけですから、ものすごい大変なわけですね、妨害の仕事でね、宇宙生物の妨害の仕事。バクテリアみたいなもんなんですけどね、人の方が大勢いるんで、知能が発達してるわけですよ。で、それを人間を動かして私の YouTube にアクセスしないようにしてるわけですね。いろいろ私の方のアップリングとかいうか閉鎖させるという講座みたいにね、そういうことは私が防御してるんですよ。で、その妨害に対してね、アクセスの妨害に対しては、これはちょっと面白いと、よく分かることだということでね、周りにもね、それでね、やらせてるんですね。宇宙生物の妨害、人間をコントロールしてアクセスさせないというね、こういうことはしょっちゅうやってきます。敵である宇宙生物ね、人間は勝てないから流されるしかありませんけども、私は勝てるんで、もっと上の生物なんでね。で、ただ頭いいけども、バクテリアの団体ですね、そういうような悪い生物ですね、私の敵であるね。そんなことで、その妨害が疲れると言ってきております敵である宇宙生物ね、うまく仕掛けておりましたけども、人間には分からないと思うんですけども、こういうことがあるわけですね。なかなか私も毎日仕事大変ですよね。上の人間よりか強い宇宙生物敵をね、やっつけなければ私は生きてきませんから、両方対抗しないといけないんですね。人間を動かして、ね、攻撃者ともしてきますからね、宇宙生物はね。そんなことでございまして、
ヤオ上でね、誰かにアクセスをたくさんさせるよりか、妨害の方が大変であると、私の方でね。まあ、ちょっと後ろうるさいですけどね、パソコンの方ね、そういうことでした。どうもありがとうございました。販売用先生でした。